中国河南省の複数の地域で11月29日未明未確認物体が夜空を横切り突然爆発してまばゆい白い光を放ち夜空と眠っている大地を照らし巨大な爆発音を発しましたこの光景は河南省の中馬天使羅菓子南陽市などで見られました地元メディアの報道によると11月29日午前2時6分 河南省の多くの地域の監視カメラに、東火地区に落下した隕石と思われる物体が通過し、夜空を急に明るく照らした様子が捉えられました。夜中に大きな音がしたという人もいました。河南省女性児童活動センターのプラネタリウム館の館長は、今回のような明るさは火球である可能性が高いと述べました。カメラが捉えた動画では、 河南省の夜空に白い光が流れ、地面に落ちる瞬間に突然爆発し、夜空と大地を一瞬にして昼間のように照らしまばゆい閃光を放つとともに、大きな音を立てて落下する様子が映っています。